苔植物、苔植物、苔植物,苔植物とは、陸上植物かつ、キーカンタバ植物であるような植物の総称、もしくはそこに含まれる植物のこと。苔類や、タ体類、タ体植物などとも言う。世界中でおよそ2万種ほどが記録されている。多くは緑色であるが、赤色や、褐色の種もある。大きな群として、仙類、苔類、ツノゴケ類の3つを含む。 それをまとめて一つの分類群との扱いを受けてきたが、現在では認められていない。なお、日常用語にて、苔は、その他に、地衣類なども含む、その他文化的側面については苔を参照されたい。重要な点は、三つの群で大きく異なるが、共通することも多い。主な共通点は、栄養体が小型で炭素、であることである。植物体は小型で、 多くは高さ数センチメートルまで。体勢から茎と葉が明瞭な形容体と明瞭でない、養生体とに分けられる。形容体の場合、総子用植物のように軸と葉の区別がつくが、構造ははるかに簡単である。いずれにせよ、いかん束はないが、その役割を代用する細胞は分化している場合がある。胞子体の長短の胞子脳に作られる胞子によって繁殖する。ただし、 苔植物では、放子能を、ついたち、サクと呼ぶ、の形態や構造は重要な分類上の特徴である。繁殖は、胞子によるもののほか、無性生殖として植物体の保エ枝や脱落した葉より不定芽を出しての増殖を行う。一部の種では、特に分化した無性芽という構造体を作るものも知られている。生活感は、 シダ植物などと同様に世代交代を行う。ただし、コケ植物の場合、主要な植物体は配偶体であり、核層は炭層 N である。配偶体がある。程度成長すると、その上に増卵期と増生期が形成され、それぞれ卵細胞と精子を作る。雨などによって水に触れた時に精子が泳ぎ出し、増乱期の中で、 卵細胞と受精し、受精卵、接合子が作られる。受精卵はその場で発生を始め、配偶体に栄養を依存する寄生生活の状態で発達し、胞子体を形成する。この胞子体は、服装 2n で長く成長することがなく、先端に単一の胞子脳を形成するとそれで成長を終了する。先端の胞子脳の内部では、 原数分裂が行われ、胞子、炭素、N が形成される。胞子は放出されて発芽し、はじめは枝分かれした糸状の原子体、原子体、プロタナマというものを形成する。原子体は、葉緑体を持ち、気質表面に伸びた後、その上に植物体が発達を始め配偶体となる。なお、一部に生涯にわたって原子体を持つものがある。体は、 私有同種のものが多いが、私有異種のものもある。私有異種の場合、外見上は差のない場合が多いが、はっきり見分けのつくものもあり、中には、お株が極端に小さくて、メカブ状に規制的に活する例も知られている。基本的には、陸上生活をするが、少ないながら、淡水中に生育するものもいる。ただし海水中に生育するものは確認されていない。 湿った環境を好む種が多く、温暖で湿潤な地域に多くの種を産する。乾燥した環境にも数は少ないが適応した種はある。森林に生活する種が多いが、岩場や渓流、滝の周辺などにも多くの種が見られる。特に霧がよくかかる雲霧林には樹木に大量の苔が着生する例があり、仙台林、マシフォレストとも呼ばれる。 形や水田にもそれぞれに独特のものが見られるし、市街地でもいくつかの種が生育している。生育する気質としては、土や腐食土、頑丈、他の植物体、樹皮、葉の表面、樹脂、昆虫等の動物など、あらゆる場所に様々な形で生育する。古くは陸上植物の中で小柄でいかんたわを許さないことから、 陸上生活への適応が不十分な原始的な群とされ、次第より下等な一群として扱われてきた。その中で、仙類と苔類が区別され、さらに苔類から角苔類が区別された。しかし、最近の形態や分子を用いた、系統学的研究等から、苔植物は単系統群ではなく側系統群である、ことが分かってき、系統を参照。新しい分類では、 それぞれの単系統群を門として扱うようになってきている。カキの綱や甲の分類は2009年間の植物の百科事典による。したがって、情景の分類表は過去のものである。伝統的な分類では、苔植物は植物界苔植物門、ブライヤファイタとして一群にまとめられる。内部分類は三つの綱に分類され、それぞれ杉苔や灰苔などの線類。 線香ゼニゴケやつぼみケなどのコケ類、コケツナ及びツノゴケ類、ツノゴケツナである。ツノゴケは漢字で角ケと書くが、カタカナで表記するのが一般である。四つのアコウに分けられるが、大部分の種はマゴケアコウに所属する。コケ植物の三群の系統関係については、二つの分岐パターンが示されている。 一つは、最初にコケ類が、次にツノゴケ類が、最後に、線類が、パリスパーニツ、コケ、植物以外の陸上植物を含む、グループ、イカンタバ植物と、ほぼ同義から分岐したパターンである。もう一つは、最初にツノゴケ類が、次に、パリスパーニツが、最後に、線類とコケ類が分岐したパターンである。形態や、生死の微細構造。 化学蘇生等を用いた解析だとこのうち前者を示す説が多いが RNA を用いた解析では後者を示唆する結果が示されておりまた解析に使用した植物や遺伝子により異な結果も示されている苔植物を含む陸上植物と緑草類の共通する形質はいくつか知られている例えば光合成色素としてクロロフィル A よび B を持ち 同化産物等の貯蔵物質は澱粉である。また、生死の弁護を2本持つことも他の緑藻類を除く藻類との差異である。ただし、基本的に陸上生活をする苔植物と水中生活をする緑藻類は多くの点で異なっており、特に繁殖に関わる形質、生態は明瞭である。生殖器官は緑藻類は単細胞で、 苔植物は多細胞であり、増卵器や胞子脳は他の細胞に覆われている。これは、配偶子や胞子などを乾燥から守る目的がある。また受精後、苔植物が植物体に留まり、肺を形成することも緑藻類との相違点である。なお、緑藻類の中でも、車軸藻類のカリアーキット属と核分裂の様式や、 共通の光合成構素を持つこと、分子系統の結果などより近縁であることが示唆されている。苔植物は、古生代に陸上進出したシダ植物とは、両者共に多細胞で、壺型の増卵器を形成するが、このような構造は藻類には見られない。また、両者共に世代交代を行い、配偶体の上で放子体が発芽する。したがって、シダ植物において、 全葉体から幼いシダが伸びる姿と、苔植物の植物体から柵が伸びる姿とは、同等のもの出る。ただし、シダ植物や種子植物では、胞子体が発達するのに対して、苔植物では、配偶体が発達するのが大きな相違点である。また、葉緑体 DNA の比較結果より苔類と、日陰のカズラ類が禁煙であることが示されている。苔植物及びシダ植物、 出植物が側系統群であることが示唆されているものの、両者の系統関係については説が分かれている。苔植物に近い先祖からシダ植物が分化したのか、両者に共通の祖先から両者が分化したのか、近縁な祖先から並行的に進化したのかなど、様々な議論がある。ただし、シダ植物から苔植物に対抗進化をしたことを示す結果は示されていない。 苔植物は、その姿が小型であり、しかも多様な生活環境に生育する種がある。これが、カビともなれば、野外採集はできず、持ち帰って分離操作をするのだろうが、苔は、そのような方法が適用できない。どうしても、野外で採集しなければならない。小さなものでは、砂岩の砂流の間に葉が隠れてしまうようなものも、あるから、ルーペは必須である。 したがって、苔植物の最終化は、歩みが遅い。一歩進むごとに、木の肌を見、葉の上を見、枝を見、木の根元を見、足元を見る。沢であれば、岩面の向きの違う場所を、ずっと見て回り、岩の隙間を探し、草の根元を見、水しぶきのかかるところも見て、その周辺の樹木も見なければならない。素人目には、一階の苔の集団であっても、 複数種が混じっていることも普通である。日本の戦隊類学会のある年に行われた観察会では三幹部の警告にコースを設定してあったのに、その入り口の駐車場周辺だけで一日を過ごしてしまったとの伝説がある。その代わりに標本作成と保存は簡単で、一般には陰干しして紙に包んでおくだけ乾燥標本である。この状態で、 虫がつくこともほとんどないという。シダや高等植物のお芝標本が放置すればあっという間にボロボロになるのとは大きな違いである。観察したいときは水に戻すとほぼ元の形に回復する。日本文化の文脈における苔については苔を参照。苔植物が実用的に用いられる例としては圧倒的に水苔類が重要である。日本では その分布が多くないが、ヨーロッパではごく普通にあり、生きたものは、園芸用の培養土としてほとんど高えがない。他に乾燥させて、荷造りの詰め物とし、またかつては、脱脂綿代わりにも使われた。また、それが枯死して炭化したものは、冷炭と呼ばれ、燃料などとしても利用された。それ以外となると、かなり重要度が落ちる。日本では、庭園や鉢植えに利用されるが、 種として、バックグラウンドとしての価値を認められていると見た方が良いだろう。日本には、約1800種の苔植物が分布しており、そのうち200種以上が絶滅の危機に瀕していると言われている。日本では、古来より、仙体類は身近なものであり、多くの和歌の中で歌われている。現在、水ケ類や白賀苔類、杉苔類、鶴苔、灰苔,苔など、 多数の苔植物が園芸用、観賞用都市栽培、販売されている。日本では、いくつかの大学や、博物館、研究所で、苔植物に関する研究が行われている。また、日本戦隊類学会が、苔植物を専門に取り扱う学会として挙げられる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。